さて今回はこういうフレンズというね、フレンズというものすごく有名ですね。フレンズね、あれね、思いっきり笑わせてくれますね。で、僕が最初に見たのはいつ頃かな、よくわからないですよね、はっきり覚えてませんが25年ぐらい前だったような気がします。25年ぐらい前から20年前ぐらいまでにかけてね、まあ、何年か見たような気がするんですよね。でこの20年ほど全然見てなかったみたいなんですよね。で、久しぶり20年ぶりにちょっと見てみたんですよね、今ね。俺ゲラゲラ笑ってですね、ほんであれ聞き取れるじゃんと思ってね、20年以上前は僕あんまり聞き取れ、聞き取れていたって言ってもそんなにね、隅々まではあんまり聞き取れてなかったような気がするんですよね。で今はなんか聞いてみたらなんか隅々まで分かるような気がして、あれおかしいな、フレンズってこんなに分かりやすかったっけと思って、なんかすごくはっきりと発音してるし割とゆっくり発音してるような気がしてね、昔は早いな、ものすごく早いなと思ったんですよね。これもで分からないこといっぱいあったような気がしたんですけどね、もしかしたらこの20年の間にね、苦しい思いしてものすごく難しい映画とかいっぱいたくさん見ましたからね、もしかしたら少しは僕英語力伸びたのかもしれないなと思って、ね、喜んでるんですが、もしかしたらただ単なる、ぬか喜びかもしれませんね。もしかしたらそんなに伸びてるわけでは全然ないのかもしれません。ともかくやってみますね、これの聞き取りとそれから解説してみます。さて行きますね。それではちょっと音声がちょうど良かったらいいんですけどね、ちょっとうるさかったらごめんなさい。これね、こういうタイトルの YouTube の動画ですね、Friends Best Moments of Season 1 to Binge at Home、シーズン1から始まって Binge at Home という、ね、エピソードに至るまでずっと2時間40分にわたってこのビデオがあるんですよね。まあ最初のほんの数分だけでもちょっとやってみますね、さてとね、いきますね。もっぺん、あれ早速わからんぞ。Scarce says hello and、I'm gonna kill myself って言ってるような気がするんですが、ちょっとわからなかった。This guy says hello and I wanna kill myself ね。This guy says hello and I wanna kill myself。この人が言うには、この人が言うには、何ね。こんにちは、僕はもう死にたいよって言ってるんだよというふうにね、なんか通訳みたいな感じで言ってるんですよね、これね。もう一遍聞きましょう。これはもちろん、はいって言ってますね。はいって言ってるけども、元気がないんですね、これ。ね。This guy はなんと聞き取りにくいですね。This guy says hello and I wanna kill myself。 最初の This guy が、ほとんどなんか全然違うように聞こえるから僕は初めわからなかったんですけどね。でも前後の関係から This guy says hello and I wanna kill myself って言ってるらしいですね。やっぱり持っていきます。Sky says に聞こえますね。This 最初の the が聞こえませんよね。the が聞こえなくて、Sky says hello。Sky says hello って言ってるように聞こえませんか ？the が聞こえませんよね。でも聞こえなくても前後の関係からこれは This guy says hello って言ってるに違いないっていうのはわかりますよね。もう一遍。This guy says hello って言ってるような気がするけども This guy says hello ですよね。こういうふうにね、なんか文の最初ってね、聞き取りにくいですよね、ものすごく。でね、英語ネイティブたちはどうやら最初から言ってない場合も多いですね。例えばなし、
例えばの話、僕昔ね、英語勉強してそれほど経たない、大学生の時に、大学4年の時、22歳の時に、ね、学生アルバイトでアメリカン・インディアンス、アメリカン、ネイティブ・アメリカン、ネイティブ・アメリカンス、すなわち先住民族、すなわち、まあ、昔はインディアンと呼ばれてた先住アメリカ・インディアン、ね、先住民族の人たちが、英語ネイティブですけども、日本に来て、んでその通訳したことあったんですね。まあ、下手な通訳やってたんですけども、でいくらかギャラもらって、まあ、学生アルバイトとして、ね、やってたんですけど、でその時にね、まあ、22歳の時だったからあんまり聞き取れなかったんですね。ほんでね、これどうですか、どう思いますって言った時に It's neat って言ったんです、その人ね。 It's neat ってこういうふうに、ところがね、 sneet にしか聞こえないんです、 sneet ね。でこれを It's じゃなくてもうこういうふうに、小説なんか見てるとこういうふうに書いたりしてますね、 sneet ね。これ It's とかね、 It's っていうのをすても最初からすのように発音するもんだから、たくさんの人が、だからスニートってもう最初からこういうふうに書きますね、小説なんかでも。実際にはこのように発音してる、でもこの意味はこういう意味なんだということで、それをいちいちイツニートというように丁寧に発音しないんですね、向こうの人は。スニートって言っちゃうんですよね。それとかね、The guy says, なんとか、A boy came and なんとか、ね、こういうふうに、例えばこういうふうにね、The guy says, なんとかかんとか言って長い文言うとするもしますよね。最初の The はもう ほとんど聞こえないというよりは、最初からネイティブは発音してない場合が多いでしょうね。だからこの The はね、もう消えたように聞こえるというよりは、初めから発音しないんですよね。発音しない人が多い。で、外から始める。だからね、それを反映して、小説なんかで出てくる会話文、ね、座を抜かしてこの G を大文字にしてね、外せずなんとかなんとかっていうふうにね、あるいは girl says とか woman says とかね、そういうふうに、座を消した形で、座を初めから消した形で小説なんかでも書いてたり、映画のシナリオでも座を消して書いてる。あるいは、このアボーイケイマンだなんとかかんとかっていう長い文が来たとしたら、あを消して打ってるね。もう最初から発音してない。だから、ボーイから始まって。ね。もう最初からあを発音してない。で、あれでもそうですね。歌でもそうですね。歌のセリフっていうのかな、あれなんていうの、レリックスね、歌の歌詞をずっと歌ってますよね。で、歌ってるのもあとかだ、文頭なんかも最初から発音してない場合多いですよね。だからもう最初から書いてない、何、歌詞にも書かなかったりね、小説の中に出てくる時でも書かないとかね、そういうことがよくありますね。だからそういう文頭ってよく消えやすいんですよね。で、Are you okay, sweetie? Are you okay, sweetie? って言ってみたいですね。Sweetie ね、Sweetie はもちろんこれですよね。Sweetie、これね、Sweetie。Are you okay, sweetie? って言ってるでしょうね、多分ね。だから Sweetie っていうのはまあ、なんていうのかな、相手に対する親愛の気持ちを込めた、ねえあなたというような感じでしょうね。Are you okay, sweetie? って言ってますね。で、ほんで、まあ、ともかくこのフレンズの登場人物たちみんなものすごくね、魅力ありますよね。女の人たちなんかすごい綺麗だし、特にこのさっき出てきたあの人なんか僕は好きですけどね。ともかく、ほんで男性もね、あれ、面白い人たちばかりでね、魅力ありますね。はい。Like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. ちょっと笑いますね。で、ちょっとこれな、長いセリフだからちょっとね、聞き取れてもこれ覚えられない。はい、はい、はいって言ってますね。今、ロース、この人ロースだったと思いますが、ロースのだけのセリフを音便繰り返しますね。This guy says hello, I want to kill myself.
I just feel like someone reached down my... I feel like someone reached down my small intestines and... なんだったっけ? Throat grabbed my small intestine. And grabbed my small intestines. Pulled it out of my mouth and... Pulled it out of my mouth and... It around my neck. Tied it around my neck. ね。だから、intestines かのと思ったけども、intestine。あの、単数みたいですね。I feel like someone reached down to my small intestine and pulled it around my neck and tied it around my neck か。ちょっと。で、コキッと言って。これね、結局あの、誰かがね、いや今ものすごく落ち込んでるんですよ、ロースがね。落ち込んでる。あのどうやら奥さんがね、奥さんと、まあ、あの結婚してたんですけども、幸せに結婚してたつもりだったのに、奥さんがどうやらね、レズビアンだということが分かって、レズビアン、私はレズビアンだからもうあなたと離婚して、あのちょっと、本来の自分に戻るって言ったみたいなんですよね。で、その奥さんのことが好きだから別れるのは嫌だって言ってね。で今落ち込んでるんですよね、ロースがね。で、気分としては今の僕の気分は何、誰かがその僕の喉の中に手を突っ込んで何これ、小腸あのね、スモールインテスティンだから、腸の小さいやつね、小腸をガバッとつかんで、それを引っ張り上げて、そして僕の首の周りにそれ回して、そんな気分だっていうのね、むちゃくちゃ言ってるんですよね。ほんでそれに対してね、それどうクッキーどうとか言ってね、クッキーいるとか言ってね、そういうことを言ったから面白いですね。ちょっと待ってよ、もっぺんね。This guy says hello, I want to kill myself. I just feel like someone reached down my grabbed my small intestine reached down my throat とかな、reached down my small intestine and pulled it out of my mouth and pulled it out of my mouth and tied it around my neck ね。でコキって言ったんですよね。どうクッキーどう。むちゃくちゃ。Carol っていうの女の人みたいですね。ロースの奥さんがね。Carol just moved out of なんとかですよね。ともかく Carol がもう出て行ったのよ。ちょっていうね。今日出て行ったのよという場合にこの人が。レイチェルかな、この人。この人が説明してるわけですね。I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Cookie? このコキっていうのはなんか知らんけど、コピーって言ってるのに聞かして仕方がないんですよね。でもクッキーを出してるから、あんまコキって言ってんだろうなと思いますけどね。なんかコピーかなんかに聞こえて仕方ない。ちょっと待ってね。This guy says hello, I want to kill myself. Are you okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Cookie? これちょっとあんまり、これ小さい方がいいかな。小さい方がいいですね。で、Carol moved herself out today かな。Carol moved herself out today ですね。Carol moved herself out today。だから Carol が出て行ったのってね。荷物まとめて出て行ったのよ。今日っていうふうに言ったんですよね。あーってみんな納得したんですね。あー、それで別れちゃったのねって。コーヒーを注文してあげるよって言ってるみたいですね。それは具体的にどういう英語を言ってるのかをちょっと聞き取れない。Hey, sweetie.
I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Cookie? Carol moved her stuff out today. Let me get you some coffee. Thanks. Let me get you some coffee かな。Let me get you some coffee だと思います。Let me get you some coffee。コーヒー注文してあげるからね。Oh, thanks って言ったんですね。で、oh, no, no, don't stop cleansing my aura. これはこの人が、この人なんていう名前か忘れましたけども、ともかくこの人何かとスピリチュアルなこと、あのね、スピリチュアルなことに興味ある人で、なんか宗教的なことというかね、霊的なものに興味ある人で、だからこれで、ね、掃除してあげてるのかと思ったら、いや、僕のオーラをね、あの、なんていうのかな、洗浄しないでくれ、僕のオーラを掃除しないでくれと。言ってるんですよね。Just leave my aura alone. オーラですよね。例のオーラっていう日本語ですよね。オーラ。オーラ。このオーラはこれですよね。オーラ。この、これね。オーラ。Just leave my aura alone. I'll be fine, alright? Really, everyone? I'll be fine, alright? Really, I'll be fine. I hope she'll be very happy. No, you don't. I hope I should be very happy. I hope I should be very happy.え、だったっけ、そういう風に言ってるのかな、ちょっと待って。 Hey, sweetie. I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Cookie? Carol moved your stuff out today. Let me get you some coffee. Thanks. No, don't. Stop cleansing my aura. I hope everyone should be happy. だったっけ？あ、I don't to hell with her. She left. Stop cleansing my aura. Don't just leave my aura alone, okay? I'll be fine, all right? Really, everyone. I hope she'll be very happy. No, you don't. I hope you should be very happy. って言ってるのかな？I really hope you should be happy って言ってるような気がしますね。で、ね、No, you don't. No, you don't って女の人が言いましたよね。No, you don't. No, you don't hope、we should be happy っていうふうに言ってるわけですよね。あの、だから、ロースがあの、I hope everyone should,、I hope you should be happy ですね。みんな喜んでくれたらいいと思ってるよ、僕は。とか言ってね。で、あの、で、女の人はね、いや、そんなこと思ってないでしょっていうわけですよね。で、次。No, I don't. To hell with her. She left me. No, I don't. To hell with her. She left me. って言ってますね。もう一遍いきます。And you never knew she was a lesbian. Be fine, all right? Really, everyone. I hope she'll be very happy. No, you don't. No, I don't. To hell with her. She left me. To hell with her. She left me. ですね。To hell.To hell with her, she left me ですよね。だから To hell with her, これで、ね、あんなクソくらいだとかそんな感じですよね。うん、きつく言えば、まあ、地獄に落ちればいいんだということですけども、まあ、まあ、クソくらいみたいな感じですよね。うん、そういうあんまり悪い言葉ですね。ですね、Hell という言葉がついてるから一応悪い言葉ですね。で、She left me.あの、あの女クソくらいだよ、あの僕と別れて出て行っちゃったんだからってことですよね。You never knew she was a lesbian. He never knew she was a lesbian. ね。ロスは、あの何、彼女が、あの、奥さんがレズビアンだっていうことは知らなかったんだよっていうふうにね、言ってますね。ほんで、No, okay. Oh, 知らなかったよ。Why does everyone keep fixating on that?
Why does everybody keep fixating on that? Why does everybody keep fixating on that? Fixating. ね。Fixate. Fixating. ね。これですよね。Fixate. Fixate. Fixating. Fixate. Why does everybody fixate on... ごめんなさい。Why is everybody fixating on that? と言ってますね。Fixate っていうのは fix に関係ね、fix から来てるから、多分まあこだわるとかいう意味でじゃないかと思うんですけどね。なんでみんなね、なんでみんなそのことにこだわってるんだよ、いつまでもっていうような意味だと思うんです。ちょっとね、fixate という言葉の本当の意味知りません僕。そういう意味じゃないかと思ってるんですが、ここに見えますかね。これ、これこの辞書は僕がよく使うあのポケドックス、The Pocket Oxford English Dictionary っていうね、たったの1000ページの小さな辞書ですが、使いやすいんですよねこれね。で、fixate ね、fixate は be fixated on って言ってますね。あ、僕 fixating って言いましたけど、それ間違いみたいですね。どうやら Why is everybody fixated on that? あ、違うな。 Why is everybody fixating on that? って言ってるかな。うん、自動詞で言ってるような気がしますね。 自動詞で、しかもこれあの能動態で言って Why is everybody fixating on that? って言ってるような気がします。で、 Be interested in someone or something to an excessive extent ですから、まあ、こだわりすぎというかね、興味を持ちすぎだから、ちょっとみんなそのことに こだわりすぎじゃないということでしょうね。 Why does everybody why does everybody keep fixating on that ですよね。ちょっとみんななんでそんなにそのことにこだわるんだよってね、みんなね、そういう意味だと思いますよ。Why does everybody keep fixating on that? ですよね。うん、こういう場合に fixate という言葉を使うんですね。うん、面白いですね。面白いというか、ちょっと僕この fixate という言葉は、しっかりとは頭の中に入ってなかったから、当然のことなら使えなかったし、なんとなく聞き取れるし、なんとなくこう意味は分かったような気になってたけども、自分で使える風には全然なってませんでしたね。これは簡単な単語だからすぐ覚えられそうですね。 She didn't know, how should I know? She didn't know, how should I know? ね、あの家内が知らなかったんだからね、家内の方が知らなかったんだから僕が知るわけないじゃんというねという感じですね。あのその奥さんの方もね、キャロルという奥さんの方も最近になって自分がレズビアンだということを気がついて、ああやっぱり私は本来の自分に戻るべきだと、でロスとね、男性のロスと一緒にね、あの結婚したのはやっぱり間違いだったんだ、私は、女の人と結婚しようという場合に、思って出ていったわけ、出ていったみたいですね。で最近になって奥さんも気がついたんだから、当然僕がそのことに気が付くわけないじゃんというふうに言ってるんですよね。 She didn't know why、何だったっけ、もう一遍いきます。 Be fine, alright, really everyone, I hope she'll be very happy. No you don't. No I don't, to hell with her, she left me. And you never knew she was a lesbian. She didn't know, how should I know? ね、how should I know? と言いますね。She didn't know, she didn't know? ね、she didn't know じゃなくて、she didn't know? ね、普通だったら、she didn't know? あの人は知らなかったんだということですかね。She didn't know,
ごめんなさい、 She didn't know が She didn't know っていう言い方しますね。普通あのその人は知らなかったんだ。でもね、 She didn't know っていう風に C を強く言ってますね。ということはあの人でさえ知らなかったんだとね、家内でさえ知らなかった だったら余計僕の方は知るわけないじゃんということでね、あの気がつくわけないじゃんっていうんでね、彼女本人でさえ気がついてないんだから本人じゃない僕が気がつくはずないじゃんということでね、She didn't know, how should I know? ね、ね、ということですね。Sometimes I wish I was a lesbian. あれ、ちょっと待てよ、聞き取れなかった。Did I say that out loud? ちょっと聞き取れなかったな。Alright, Ross, look.Sometimes I wish I were a lesbian. ね、Sometimes I wish I was a lesbian. Was って言ってるかな、それとも were って言ってるかな。Did I say that out? No. Sometimes I wish I was a lesbian. Sometimes I wish I was a lesbian. Sometimes I wish I was a lesbian. I が二つ目の I が。Sometimes I wish I was a lesbian って言ってるみたいですね。二つ目の愛を強く言ってますね。高く。もう一遍言います。Okay. Why does everyone keep fixating on that? She didn't know. How should I know? Sometimes I wish I was a lesbian. ね。Sometimes I wish I was a lesbian. ね。I was a lesbian. 普通だったら、Sometimes I wish I was a lesbian ですよね。で、しかもあこれは口語ですから I was a lesbian でいいんですけども、まあ、文法的により正しいのは Sometimes I wish I were a lesbian ですね。 were ね。でもこうあ話し言葉ではよく I were a lesbian じゃなくて I was a lesbian になるわけですよね。 Sometimes I wish I was a lesbian ね。ほんでそれで、普通だったら Sometimes I wish I was a lesbian愛を強く言わない。でも今回の場合は Sometimes I wish I was a lesbian って言ってますね。すなわち僕の方が、まあ、彼女がレズビアンだということが今分かったけども、そうじゃなくて僕がね、僕自身がも僕自身もレズビアンだったらいいなってともに時々思うよなというねことを言ってしまったんですよ、これでね。で実は独り言を言って独り言っていうか頭の中で考えてるだけのつもりだったのに Did I say it out loud? Did I say that out loud? Did I say that out loud? Did I say that out loud? って言ってますね。 Did I say that out loud? Out loud ですね。だからえ声出して言っちゃったかなもしかして声を出して言っちゃったかな、あの頭の中で考えてるだけのつもりだったのにって言われてね。で、あの、結局、あの、あれですよね。まあ、面白いですね。うん。Alright, Ross, look. ね、Ross っていうのはもちろんさあの、離婚しなければならなかったその男ですよね。で、Alright, Ross, look.You're feeling a lot of pain right now. You're angry. You're hurting. Can I tell you what the answer is? Can I tell you what the answer is? Strip joint. Strip joint っていうのはあのストリップ劇場ですよね。だからああ君はもう傷ついて本当苦しい思いしてるな。どうすればいいかわかるっていうね。それもちろん。ストリップ劇場に行くしかないでしょみたいなこと言ってるんですよね。まあそういうの。Sometimes I wish I was a lesbian. Did I say that out loud? All right, Ross. Look, you're feeling a lot of pain right now. You're angry. You're hurting. You're hurting って言ってますね。これちょっと気をつけないといけないんですけど。
これこれ一番下に書きましたね。 You're hurting、 本来は You're hurting なんですね。 Hurt、 それ You are hurting ね。 You're hurting、 ほら You're hurt でもいいはずなんですけどね、もちろんね。 You're hurt だったらね、あなたは傷ついている、これでも You're hurt でもいいんですよ。 You're hurt の場合はあなたは傷つけられた状態にあるということですね。だから受け身なんですよ。 You're hurt、 I'm hurt、 You're hurt ね。で You're hurt、 You're hurting っていうのはね、これはこれを自動詞として使って、これ受け身じゃないです。あなたは傷ついている、苦しんでいるという意味で You're hurting という、これ自動詞の、なんていうの、現在進行形なんですよね。でこういう言い方があるんですよね。でこれを You're hurting を You're hurting と発音しないで You're hurting、 これね、N をアポストロフィーにして G をね消してるんですよ。でこれを You're hurting と発音しないで You're hurting と発音してるね。 You're hurting、 You're hurting と発音してるんですよね。すなわち、まあ、君は傷ついてんだよ、苦しんでんだよという感じですね。もっぺん、ね、Come on, you're single。 その後なんて言ってるのかな、なんとかホモって言ってるんですよね。ホモってホモセクションのホモじゃなくて、ラテン語ですよね。これラテン語でね、You're single っていうのを、独身だというのをラテン語で言ってるらしいんですよね。で、イプソホモって言ってるのかな。ちょっと待ってね。イプソホモって言ってるのかな。こういう風に言ってんじゃないかという気がするんですけども、これね、イプソホモ。これでなんかもしかしたら独身の男というんじゃないかなというふうに思うんですが、違いも分かりません。ちょっとこれはね、ちょっとよく分からないから、ちょっと待ってね、辞書に載ってるかな。載ってないな、ちょっと分からない。これ流します、ごめんなさい。まあこれのシナリオはね、どっかにあるからね、台本というかね、ネット上にあるから調べてもいいんですけど、ちょっともうそこまではしません。まあともかくラテン語で独身だということを言いたいんだと思います。うん、もちろんこのもしこのこっちが当たってるとしたら、これは人間、パーソンという意味ですよね。こっちはね、ホモセクシャルではありません。でこっちは多分一人のという意味の単語をここでラテン語で言ってるはずなんですよね。I don't want to be single, okay? っていうのね。もっぺん聞いてみます。Come on, you're single. Have some hormones. I don't want to be single, okay? I don't want to be single, ね。もっぺん聞こう。ちょっと待ってね。I don't want to be single って言ってますね。こういう風にね、なんかこう会話文ばかりのこういう、しかも一つ一つの発音をはっきりと発音してくれるから、まあ英語の勉強としては最高ですね、これね。モニョモニョと発音しないし、それでひどいスラングもないしね。一つ一つきっちり発音してくれるからいいですよね。ほんで、I don't want to be single って言ってますね。I don't want to be single。普通だったら I don't want to be single っていうのが普通の言い方。でも I don't want to be single。 こういうふうに、want を強く言うとどういう感じになるのかな、普通の I don't want to be single の場合じゃなくて I don't want to be single。
独身であろうって思ってるわけじゃないんだよと、ね、そのワントの部分を強調したいから、そういうようなものをワントしてないんだということを強調したいんだけども、そんな風にね、独身になりたいなんて思ってないんだよということをちょっと強調したいときに、このワントを強く言ってるみたいですね。 I don't want to be single ね。で、I just want to be married again. I just want to be married again. ね。もう一遍結婚生活に戻りたいんだよ。And I just want $1 million. I just want $1 million. ね。And I just want $1 million. 僕はもう、何？僕の方は何？100万ドル欲しいんだよっていうね。で、なんで100万ドルというふうに言ってるのかっていうのが、これはもしかしたらね、この頃流行ったロバート・レッドフォードと、それからもう一人の、有名な女性とが繰り広げる映画がありましたけども、ロバート・レッドフォードが大金持ちでね、で、人気女優 の女性に対してね、まあ、その映画の中で、ね、あなたと一緒に一晩過ごしたい、その代わり100万ドルをあげますがどうですかって言ってるんですね。で、100万ドルもらったらすごく後で、安泰に生活できるから、どうしようどうしようって考えて、で、旦那さんと相談して、で、じゃあ100万ドルもらって一晩その人と過ごすかいと、で、旦那さんからも許可を得て、で、そうするんですよね。で、その後100万ドル儲けたのはいいけども、そんな100万ドルもらったってやっぱり仕方がないということが分かって、やっぱりね、こんなことしない方が良かったなって後で後悔するしたりね、まあ、でまた100万ドルを払ってでもその人と一緒にいたいという人は本気でね、その女の人と一緒になりたかったんですよね。本当に好きだったんですよね、という物語だったと思いますが、その映画の話をここでしてるのかもしれません、もしかしたらね。そういう映画の何ネタをここで取り入れて、100万ドルあったら、100万ドルあったらこの人とこの人に話持ちかけるのにな、という意味じゃないかなと思うんですけどね。ね。レイチョー、あ、この人がレイチョーですね。ちょっと聞き取れなかったな。I just want $1 million. Rachel? Oh God, Monica, hi. Thank you. あ、これがモニカですね。これがモニカで、こっちの花嫁衣装の方が Rachel ですね。で、一生懸命探してたんだけどもね、モニカを一生懸命探してたのよというぐらいね。で、なんか通行人にちょっと尋ねたんだけども、ね、モニカどこにいるかとかいうような話をしたら、どこそこにいるよと言ってくれて、一生懸命探したんだけどどうのこうの、やっと見つかった、よかったというようなことを言ってるんだと思うんですが、その英語が聞き取れません。ああ、だいたい聞き取れました。だいたい聞き取れたけども、正確なことは聞き取れません。I just wanted to meet you and I just wanted to see you and I asked I just someone with a big hammer and he said you might be here and you are here, so thank God とかいうようなことを言ってるみたいです。すなわちね、どこにあなたすなわちこの人が言うにはね、あなたモニカがどこにいるかって一生懸命探したんだけども、ね、通行人のその、大きなハンマーを持った男の人に、レイチェルが、じゃあモニカがどこにいるかって尋ねたら、ひょっとしたらここの店にいるかもしれないよって言ってくれたから、いっぺん聞いてみたら、あなたいてよかったっていうように言ってるんですよね。まあ、ともかく、そんな話を大きなハンマーを持った人に尋ねるというのがまた面白いですよね。というわけで、あと1分でこれ切れます。ちょっと一旦はこれで切って、また続きをやりますんで、一旦切りますね。はい。